声完璧だね。え、全然。公演の時一番やばかった。全然なってないよ。お疲れ様です。今日今から焼き芋を食べます。こんばんは。焼き芋を食べるよ。ちょっとだけ残していたの。こんにちは。そう、ドンキのやつ。そうです、そうです。その焼き芋甘くない？え、甘くないと美味しくなくない？こんばんは。こんばんは。まにちゃんが可愛くて最近年日に甘えました。え、ありがとうございます。嬉しい。値上がりしたらしいけど、これはななほさんとなみちゃんが買ってくれました。ありがとうございます。インスタライブちょっとだけ出てました。手だけ。あ、ゆうみさんのインスタライブには出てた。顔も。今日の公演見に行ってずっとマリンちゃんに目がいってました。ありがとうございます。嬉しい。やった。なんかさ、マリンさ、現実でも耐える顔になってきたかなってちょっとだけ思った。なんか DMM のスクショとか見て、お、なんかマシになったなって思った。今からマリンちゃん失って、あー、全然遅い。むしろ今から。お、勝負パンダがいいねしてきた。かわいい。そう、なんか今まで DMM のスクショ全部ブスで、もう本当に載せないで、マジで本当に載せないでっていう感じ、スクショしないでっていう感じだったし、そう、ゆきつんカメラさんもせっかく撮ってくださってるのに全部ブスで、本当にもうゆきつんカメラさんの技術は素晴らしいのに、自分の顔がブスすぎて全く載せてこなかったのね。なんだけど最近のその DMM のスクショとか、あのゆきつんカメラさんの写真、なんか載せたいって思う写真が増えてきて、顔が変わったのかわかんないけど、そう、みんなに見せたいって思う写真がね、結構増えてきたかもしれない。なんか、そう、だからみんなにはね、そう、マリンがツイッターに載せた写真しか保存してほしくなかったんだけど、今まで。マリンから発信した写真しか信じないでほしかったんだけど。そう、でも最近はなんか、なんていうの、
多方面から撮られた写真でもまあ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 耐えてるなっていうのが多くなってきた気がする。そう、前髪短くなった？あの公演終わりはね、浮いてあのおでこ見えちゃうよ。公演終わりはね上がっちゃうんよね前髪が。許してちょっと。こんばんは。生後の申し込みしてありがとう。ナンバトル、いや、ま、ナンバトルマジでいいよ、いいいいいいよっていうかレッスンやってるんですけど、本当になんかうんいいと思う、いいと思うっていうかなんていうかなんかいいと思う結構。なんかレッスンしてて、レッスンしていい、いいなって思った。いいなって思った。なんかうん、なんかはるちゃんとかにも、なんかはるちゃんなんか急に LINE してきて、そうなんかマリンちゃんなんかマリンちゃんが言って心強いってなんか LINE してきてくれて、なんか嬉しくなった。嬉しくなった。なんかそういうことあんま言われないから。久しぶりに公園のマリンちゃん見て嬉しかった。ありがとうございます。こちらこそ。そう、なんかオンライン話し会とかでもさ、なんかグロリーデイズ楽しみにしてますとか、ユニットすっごい楽しみっていう声がめちゃくちゃ多くて、ユニットやらないんだよなっていう気持ちで心が痛かったんですけど、その分ちょっと自分の出る曲は頑張らせていただきました。だから笑って濁してたんですね。いや、なんかみんなさ、ユニットのことしか言わないんだもん逆に。いや、じゃあやりたいんだけども、やりたいんだけどもねっていう気持ちをね頑張って隠してたんです。やりたい気持ちはあるんだよっていうお伝え方だった。ハイライトはクリオです。緊急事態宣言出てるし仕方なかった。いや、人数が足りないんじゃないの普通に。え、分かんないけど人数が足りないなと思ってた。違うのかな、多分人数が足りないなと思う普通に。うんうん、時間なんだ。いや違うと思う、人数だと思う。違うかな。うん、普通に人数だと思うよ。人数が多いところはやるんじゃないの。
わかんないけど多分人数です。いやマリンちゃん、いや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 、ユニットやるなら誰かが早着替えだから大変になりそう。いやそれな、いやそう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 、多分絶対早着替えとかが大変になっちゃうからだよね。はるちゃんもがありがとうございましたって言った後に続けて言ったのマリンちゃんだけやった。いや違う、あれ言わないっていう約束だったのにマリンが言っちゃったのあれははるちゃんもだけっていうあれだったんだけど、マリンはねバカなので言っちゃいました。なんかマリンだけちゃんと声出して偉い人みたいになっちゃってるけどマリンが悪いマリンがダメなやつだったからあれ。受けた、マリンのミスだった。もぐもぐ、うん、面白かったね。いやー聞いてほしかったな、あのチーム N さ、セトリを変える予定だったんですよ。いや見たか、 DMM 見た人は知ってると思うんだけど、そうチヒーさんが言ってたんで、言ったんですけど、セトリを変える予定で、丸騎士というかちょっとだけ、それを見てほしくて、もうマジでちゃんとリハーサルもして、ちゃんと着リハとかもやって、もう完璧、もうあとはみんなにお披露目するだけっていうあれだったんですよ。お、溜まってる、振らないと、もう最終調整みたいなまで行ったのにコロナになっちゃったんですよ。セトリ何だったかな、何だったかな、あのににあれ2曲しか覚えてない、あれなんだろう、2曲だけ覚えてんだけど、何だろう、
2曲だけ覚えてる。確か3曲変えるっていう、前半の3曲を変えるっていうあれだったんです、計画だったんですよ。そうだから前半ユニット前の違うかな、アンコールかな、忘れちゃったんですけど、2曲だけ覚えてる。何曲変えるよったか忘れちゃったんだけど、何だったかな。あー、思い出した、思い出しましたよ。いや全部じゃないけど、そうだ、ちょっと思い出しましたよ。ちょっと、何だから、ね、あの歌っていい？曲名わからない、わかるけど合ってなかったら恥ずかしいから。一つはテレ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 テテテレテレテレテテレテテテテテテテレレ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 そうそう、どう？テテテテテテテルルルルテテ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 テと、あと孤独ギター、孤独ギターをフル、孤独ギターをフルで日下好美先生が2番の振りを考えてくれて、めっちゃかっこよかったんだよ。
そう。あとなんかあったかな。忘れてしまいました。いや、そのこのみさん、このみ先生の振り付けがかっこよすぎて、あの2番入る時の、いや2番だ、2番の振りがかっこよすぎて、いや、しかも自分のポジションが結構良くて、いやマジでこれはね本当にみんなに見せたいって思ってたんだけどなくなっちゃった。そう、2番の振りがマジでかっこよかったんだよ。忘れちゃったな。あとな、もうあとな、あとあったかな。なんだったかね。あー、あと、あー、もう一個思い出したよ。あともう一個あるわ、確か。あと、あー、思い出したよ。あともう一個は、あれ。あれあれ、抱きしめちゃいけないんだ。てて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 て、だ。てて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 て、だ。愛しさ。我慢してた、だわ。めちゃイケって言うの。そうそう、多分それぐらいだったと思うんだけど、忘れちゃったけど。うん、そういう感じでした、確か。それぐらいだった気がするんだけど。そんな感じだったかね。うんうん。今日もめちゃんこまつげ綺麗でした。実は眉、まつげマスカラ、ん、まつげ、まつげき、まつげキープマスカラをしてません。マスカラのみでこの持続力、まつげパーマってすごいということが分かりました。すごくない？全然落ちてないんだけど、ただのマスカラだけだよ。いつもはマスカラ下地をしないとキープできなかったんですけど、すごいキープされていますね、すごく。
ビューラーは1回だけクッてやっただけ。すごいです。まつげパーマって違い感動的です。下まつげも松パス、下もしてます。マリン下上向いててさ、目に入っちゃって痛かったんだよね。だからちょうどよくいいと思って下もしました。そう、パリジェンヌっていう松、マスパのやり方なの。そう、ただのまつげパーマはガチでくるんくるんって上がるんですよ。ただのまつげパーマはマジでこうカールが すごいんですけど、パリジェンヌはこうじゃなくてこうこうじゃなくてこうなんですよ。だからこうじゃなくてこうなんですよ。だからその方がいい。なんかまつげパーマだときつすぎる。だから緩やかなこう上向きのまつげを再現しようみたいなやつらしいですよ。だからなんかこうじゃなくてこう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 じゃないっていう感じでしょうか。だから自然に上がっている感じ、なんかギャンじゃなくてファーみたいな感じです。なんか自然にあげたい人はパリジェンヌがいいみたいですよ。まあでも1ヶ月とかごとに行かないと、まあ行かなくてもいいけど、ちょいとね大変ですが可愛くなるために頑張りたいと思いますよ。マツパってまぶた荒れる、え、荒れないんじゃない？あれ、マリは荒れなかったけど。すごいすごい。まつぱしたらすっぴんでも人になれた。え、わかる。すっぴんでもさ、まつげがちゃんと見えてるから、なんかすっぴん力が上がったという感じがするよね。すっぴんでもまあ耐えてに人間だなっていうぐらいになったよね。わかる。わかるわ、その気持ち。ピボットドア、ああれか、 NMB とコラボしてたファッションの、あ、そう、なんかモデルさんを募集してるみたいで、いいねしておいたので、そのいいね、マリンのいいねのとこからたどって、みんな勝負マリンちゃんを推薦してください。モデルさんにしてください、私をなんか参考になりそうな写真とともに名を挙げてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ぜひ推薦してください。よろしくお願いします。
がとうございます。勝負パンダさんからいいねもらえた、いいね。勝負パンダさんもマリンオタだよ、あれ多分マリンのことたくさんツイートしてくれる。だって勝負パンダさんのいいね欄がほとんどマリン推しだもんじわるよ。だから絶対コロナが収まったら勝負町に、勝負町のお仕事をくれそう勝負パンダさん絶対マリンのこと呼んでくれるよね、イベントに。勝負パンダさんいつか公演とか参加してそう。え、絶対来てくれそう。ね、福島にも勝負池あるらしいです。え、それはさ福島にも行かないと。あ、日本忍者競技会の方がいいねしてくれた。マリンが忍者のポーズしたから嬉しい。全部ひらがな萌え。まあ多分あれですよ、勝負パンダはまだ赤ちゃんなんだよね。忍者もマリン推し、忍者もマリン推しです。勝負パンダさんっていつからいたの？知らない急に現れたよね。忍者からパンダまで、いや、みんな知らないよね。みんなさ知ってる？これマリン推し検定だよ。これマリン推し検定だよ。これ地味にあのマリンの本当の好きな動物って知らないでしょみんな。これマリン推し検定1級で結構みんなさペンギンだと思ってるだよね みんなそう思ってない みんなペンギンを好きだと思ってるね実は。地味に。じゃああのねマリンがあのねタキシードサムがペンギンだっただけなんだって。タキシードサムがペンギンだったから好きなだけであってペンギンが好きなわけじゃないんだよマリンがあのキャラクターというかその動物として好きなのはパンダですそう、もの、なんていうの、あの動物として好きなのはパンダなんですよ。そうだから実家行ったらパンダの人形とかパペットマペットとかあるんですよ
そうです。昔聞いた気がする。え、言ったことある、言ったことある。それを知ってる人は勝負検定一級合格そう、実はパンダが好きなんですよ。なんかその実物のパンダが好きとかじゃなくて、まあ好きなんだけど、あの好きだよ、好きだけど、そのパンダな、動物なんかあるじゃん、よく動物をイラストで描いてみましょうみたいな、どうなんか好きな動物なんですかって言われたらパンダかなって思うそう、パンダの容姿、そう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 、そういう感じ。まああとはまあ本当に好きとかって言うんだったら、まあ、ホワイトタイガーとか、まあ、飼いたいのは何かって言われたら、あの犬とか、あのカワウソとか、あのね、最近ちょっと飼いたい動物が増えたんですよ。名前何だったかな、猿なんだけど飼いたいのがあるの。ちょっと待ってみんな、飼いたい動物があって、ちょっとみんな待ってね。ショガラゴ、ショガラゴ、え、それな気がする、待って、え、それな気がするんだけど、ショガラゴ、そう、ショーガラゴのピザトルっていうあの子がいて、ピザトルちゃんっていうのがいて、あの可愛いんですよ。もう本当にそれを見て飼いたくなっちゃった。ショーガラゴ、ショーガラゴそう、めちゃめちゃ可愛くて飼いたくなっちゃったんです。鳴き声もちっちゃいんだって、だから飼いたくなっちゃったんですよ。そう、ピザトルくんが可愛くて、そうそうそう、そうなの、可愛いんだよね、とってもね。買いたい買いたい。うん。という話だったんだけども。来月振り返りのお話かよろしくお願いします。お、ありがとうございます。振り返ってくださってね。ありがとうございます。振り返ってくださった方ありがとうございます。私とお話しましょう。今日の声めっちゃ楽しかったです。そういうの楽しかったよね、とっても楽しかったよね。なんかエルプラ史上最高に笑った気がするんだけど、割り的に
そう、ちょっとあとでさ、あとであるツイートをするんだけどさ、それさ、ちょっと誰か当ててみて。ね。ちょっとあるツイートをするから、当ててみて。クイズ形式で出すから。急になんなん。あ、よろしく。ショブチ、なんか最近じゃずっとなんだけどさ、友達がさ、あの、なんかよくさ、了解とかさ、承知とかさ、承知しましたとか了解しましたとか言うじゃん、 LINE とかで。それを全部さ、しょぶちって言うんだよね、なぜか。みんなも使ってもいいよこれ。なんか了解したっていう時とか、しょぶちってみんな言ってる。全然あのオタクとかじゃなくて、ファンとかでもなくて、ガチのただの友達とかが急になんか周りが使い始めたから、ちょっとみんなも使っていいよ。しょぶち、しょぶち、そう、しょぶちしましたとか。みんななんか勝手に言ってるよ。どっから来たのって感じなんだけど、使ってもいいよ。承知ってこと、そう。おはぁ、おはぁ、はい、よろしくお願いします。声が変になっちゃったわ。仕事で使えそうでやばい。じわる。くしゃみなどやってるとき怖い。もう喉の痛みは治ったの。声が変なだけ。だからあとはもう薬で押さえつける。今日から使う、使って。卒業メンバーからのメッセージ、マリンちゃんも見たんですか。あ、見た見た、前日に見ましたよ。前日にみんなで見たよ。エモエモ、エモエモでしたね。え、なになに、え、今日千秋楽ってことはさ、今日までチーム N ってこと、マリン。今日までがチーム N なの、マリン。明日はもうチーム N じゃないってこと？そういうこと？
じゃあチーム N の動画を載せるとか、なんかチーム N についのツイについて書くって書くのであれば24時までに書けってこと？そういうこと？やばいやばい、早く書かなきゃ。あのあれマリンクイズ、明日からはマリアグレオパージュってこと？名乗るのは。いやでもなんかタイムリーなさツイートを載せるのであれば、そうタイムリーに時代に乗っていくのであれば今日中にやった方がいいってことだよね。ね、チーム N のうちに乗せておくべきなのであれば24時までってことだよね。だから明日乗せてしまったらチーム N の時のやつってなるってことでしょ。そういうこと。じゃあこのショールームが終わったら載せます、マリンクイズ。まあ大したことじゃないんですよ、ただのチーム N の遊び、ハッシュタグチーム N の日常って感じですね。0時過ぎたら美容欄変えよう、マリンも変えようかな、レオパージュって書こうかな、24時超えたら。レオパージュ副キャプテンですガオみたいな感じで書いてみる。調子乗って副キャプテンですみたいな、レオパージュ副キャプテンの勝負マリンでチューって書くか。なんかそしたらなんかさチーム N 見捨てるの早くないとか言う人いそう、気持ち切り替えるの早くね、思い入れないんですかっていう人がいそうだね。揚げ足を取っちゃい、いるよね、そんなにチーム N が嫌だったんかとかさ、もうちょっとチーム N にしたったらどうみたいなね。まあいいんですけど、副キャプテン、面白いね。面白いんですけど変えるかもしれない。オタも卒業してすぐアイコンとか変えると冷たい言われる。いいじゃんね、切り替え大事だよね、切り替え大事だよね。切り替え大事だよ。まあ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 、まあ、全部のチームが終わるまではなんかね、まだねちょっとねどうしようか悩んでるか、まあ。こっからはレオパージ、いやそうなんだよ本当にね、もう切り替えていかなきゃダメなの本当に。マリンね両立できないタイプなの。マリン両立できないのさ、気持ちも行動も何もかも両立できないので、本当にもう本当にもうね明日からレオパージュなんです心は。
まあまあそのビオランを変えるか変えないか問題はまあちょっと考えておくんですけど、気持ちはレオパージュでいきます。だからもう明日からはレオパージュの公演のことしか頭にない感じでやっていくのでよろしくお願いします。うんうん、そう、皆さんも明日からレオパージュが勝つことだけを考えてください。よろしくお願いします。アイコン切り替えて周りからマリン楽しみです、うん、認識された、嬉しい。みんなマリンのアイコンにしてね、発言には気をつけて。発言には気をつけてね。Yes, yes. しょぶち、しょぶち。アイコン押しは避けてるな、変なこと言わんけどね。それでも全然いいと思う。なんかむしろそれでもいいと思う、全然それでいいと思う。なんかマリンだったらなんか普通にポケモンとかにしちゃうかもしれない、自分が。あったらもしなんかそれがなんか推しが書いたなんかこと、なんか言葉の一文字とか結構なんか意味わかんないようにしちゃうかも、顔とかじゃなくて。ガラルポニーってそう、なんか普通にガラルポニーとかサメちゃんとかにしちゃうかも、普通に。ゆで卵にしてます。あー、いい、そういうのがいいね。ガラルポニータにしようかな。ガラルポニータ全部横向きなんだもん。なんかあ、この間スーパー行ったらガラルポニータのさパンが落ちてさ、買おうかもやったけどやめた、喉痛いから。なんかゆきつんカメラさんが撮ってくれたさ、あのマリーのこの笑顔の瞬間、何の瞬間か分かんないんだけど、1枚目何の振りこれ。あ、分かってない、あれかな、偉い人になりたくないかな。ポケモンパンのシールにポニータあるよ。え、当てたい。それはえらい人かな。これ何の瞬間だろうね。この立ち位置にいたのえらい人ぐらいなんだけど。うん。やばい、58分だよ。
この衣装で笑顔するしか、絶対そうだよね。あのさ、デレレ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 レのさ、このさ、この瞬間じゃない多分多分多分そう。そんな気がするよね。休みます、休みます担当じゃないからマリン。そうね、だからマリンのパートはそうねとじゃんけんしょがマリンのパートです。知ってた？一人一人ちゃんとガヤ言ってんの知ってた？知らないでしょみんな、一人一人ガヤ言ってんだよ自分なりの。ひなちょは N 初日って言ってる。初知り、知らないの？磯さんはさボールって言ってんだよ。知らないの？それは皆さん難しいよね。アミルなぜかバラって言ってるからバラが好きだし、バラってみんな一人一人なんか自分っぽい自分を表すこと言ってんですよ。そう、あの AKB さんのその元のやつ、元のやつもその自分に合ったやつを言ってて、 CD がそう、だから NMB も自分のなんか言うやつをやってます。チヒージャンプとかそういう感じのなんか言ってる一人一人。N の子たちが歌った N プラの音源、ああ欲しいね、確かに。ツイッターログインできました、おめでとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。たこ焼きを残したからたこ焼きを食べなきゃね、後で。こんばんは、こんばんは。何時に終わろうか、タイミングを逃したと。あと4個、何個入りなのたこ焼き？8個入りじゃないのたこ焼きって普通。わかんない、一番少ないやつにしたんだけども。
こ焼き、たこ焼き、たこ焼き、まあ、なんかマックス15個、まあ、一番ちっちゃいやつにしたよ。バナカのちっちゃいやつは確か8個、最後までやる？え、やってもいいけどツイートできなくなっちゃう。30分までするか。30分まで、まあどうせ明日もメイクするからさ、明日もやると思うからさっていう感じかな。30分にやめましょう。明日の昼方行くね。何やるんだろうね明日。明日何するんだろう。ネットストーキングの方の SNS チェックです。何にされるんだろう。怖い。ジヨンちゃん一緒、イエーイイエイエイ。何にされるんだろう。チケット1分ぐらいで完売して焦った。そうなの。2回目ぐらいなんだけど。怖い。2回目ぐらいだから怖いな。怖いな怖いな。昼型ってそんなにみんな好きなんですか。どういうこと。みんな好きなの。入れる人数が少ないのか。それは配信もあんの。明日のやつは配信もあるんですか。配信もあるんだ。へえ。そうなんだ。配信で見る。おお。なるほど。面白そうじゃん。何目線。配信で見てるんだね、みんなは。ツイートを早く。どうやってやろうかな、ツイート。あの鎖に、鎖みたいにします。ツイート2個2個あるので。あ、できるのかな、あれ。できないのかな。あ、できなさそうで怖いな。鎖で連鎖ツイートにできたらしたいけどできないかもしれない。
から2個のツイートになっちゃうかも。うん、うん、ギャ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 、明日って何時からやっけ、知らない、何時なんだろう、わかりません。レオパージュの会議見れてよかった。結構消されてたけどね。結構ね。結構ね。寝坊しないでね。いや、それ何時からなんだろう、明日。それによる。3時半。え、早くない？早すぎる。それはそれぐらいに起きるかなって思ったんだけど、マジマジ。早っ。ってことは絶対午前中に起きるじゃん。死んだ死んだ、早く起きなきゃ。やっぱフフ、公演終わりは寝れないって。本当寝れないからショールームしてるよ。入り早かったら、え、それだってメイクする時間とか考えたらさ、早いじゃん。何時起きに予定、え、なんかお昼ぐらいに起きようかなみたいな。いつもと違う、時間違う。あ、そうなんだ。早いってこと？なるほどね。理解理解。寝なきゃね。1時間10分やってるね。もうちょっとでやめますよ。今日はちょいと長め。ちょいと長めでお送りしました。ゆったりまったり配信でした。まあ最初の方は結構喋ったけどね。首元周り温めて寝るんやで。あ、そうです、漢方を飲まなきゃ。漢方もらったんだった。後で飲もうっと。入れて忘れちゃいそうだから今飲む。レオパージュの会議、マリア面白いになってたように見えたけど、そうそう、同期にはマリア面白く見えてるみたいなんだけど、先輩方には面白い子っていうイメージはないみたい。今のも分かりました。飲みます。飲みましょう。
お茶で飲むよ。苦いやつ、いや苦くはないけど美味しくはないみたいな感じ。みんなが水って言ってくる。みんなが水って言ってくる。水で飲みなさい。水がの水で飲めって言ってくる。みんなが白湯って言ってくる。じゃあ10秒待てるならいいよ。10秒待ってくれんだったらいいよ。10秒待ってるって言うんだったらいいよ。しょぶち。じゃあ持ってきます。よいしょ。Avocados from Mexico. Water. はい。飲みたいと思います。飲んだ。飲みましたよ。爆問同等。爆問同等飲んで、爆問同等。はい、飲みました。ありがとうございます。ゆすいでるのかと思った。あのね、矯正なあの裏側の金具に入り込むんですよ、このやつが。だからそれを洗浄しました今。それじゃあトローチも舐めましょうか。トローチさんはこちら、マリンの大好きな、何色、マリンの好きなマリン色です。こちらはマリン色なので舐めたいと思います。じゃん。
歯磨き粉の匂いする。笛にはならなかった。うん。その色だから頑張れるよな。それな、この色じゃなかったら舐めないんだけど。うん、どんな味するん？うん、なんか甘い歯磨き粉って感じ。昨日これ舐めながら寝ちゃってさ、朝起きたらベロが緑だった。ベロが緑だった。ベロの上で溶けてしまったみたい。食べてる食べてる、えら、えらいぞ勝負さん、えらい。えらすぎる、さすがに。勝負さん偉いですよ、とっても。目の中にもトローチが見れる、見える死ぬ。確かに三つの輪、三大トローチ。髪型そういう感じ好きです。え、なんかさ、髪伸びたからさ、最近髪型に迷走してんだけど、これがなんか定型文、定型文じゃない、なんていうの、ま、なに、レギュラータイプ、ノーマルタイプの髪なんですけど、この髪型が。みんな的にはどんな髪があると思いますか、この中途半端な長さ。みんな的に他の髪型なんか、ストレート割と好みだった。え、公園でストレートってどうなんって思うんだけど、いいのかな。なんかいろいろやってみたいけどね。ポニーテールにはまだ届かない長さなんだよね、残念ながら。ストレート好き。え、公園で今度ストレートやってみようかな。編み込み好き。うん、なるほど。うん、明日、じゃあ明日、明日の髪型を決めよう。
明日はじゃあひなちょの固定ヘアとかストレートねじりハーフツインみたいなガラルポニーテールあり発案しようかな。なんかガラルポニーテールガラルポニーテールストレート系もやってみようかね今度ね。なんかこれ1日3個舐めなきゃいけないんですけどまだ1個目。あと30分で2個舐めなきゃいけないちょっと朝から忙しくて舐める時間がなかったんですよね。そういうもんじゃないかそれなそうなんですけどちょっと忙しくてなんかレッス朝からリハーサルしててなんか踊りながらなんか舐めたら死ぬかなと思ってそう今3つ食べよう。それでもいいのかな同時に3つでもいいのかな。寝る前に1個今なんかいつか1個みたいな感じにしとく。劇場に行く途中で1つなんか気分悪くない。なんかさ爽快的な気持ちで行きたいのにさなんか歯磨き粉の味しながら歩くってまあどうせ真夜中寝れない気がするから真夜中に舐めます。分かった歯磨きの代わりにこれを舐めればいいんじゃない。これを舐めれば歯磨きしたってことになるかな。そうしよっか実質歯磨きみたいなとこあるよねこれ。明日5個だな死ぬ。 100ml ってどれぐらい。なんかうがい薬のなんか液体ももらったんだけど1リットルの10分の1。え結構あるコップ1杯分ぐらいかな。コップ1杯分ぐらいペットボトルの5分の1。へえカップついてない、ついてない。だから液体だけ。小さいコップ半分。わかりました。え、うがいした後に食べ物食べていいのかな。なんか食べ物を食べちゃうからさうがいしても意味ない気がするんだよね。うがいって別にいいのか。水の量とか別に。そのうがいの液体が入ってることが大丈夫なのか。その。喉にそのうがいの液体がついていることが大事なのか。うがいが嫌いなんだようがいが嫌いなんです。あ、ちっちゃくなった。
やばい、30分経っちゃうよ。はい、ということでランキングを読みます。今日は小判は飛んでこなかったみたい。13位ジメタさん、12位クラウドナインさん、9位トムスさん、あ、11位トムさん、10位コマミルさん、9位末広さん、あ、待って、8位チン46さん、7位ターちゃん、6位ハバちゃん、5位林さん、4位ひろかつさん、3位クレパスゆうちゃん、2位ゆうくん、1位まりさんです。ありがとうございました。ということでもう終わりたいと思います。なくなっちゃう。ありがとうございました。じゃあねー。じゃあねー、バイバーイ。お、音楽ありがとう、音符ちゃん。バイバーイ。